こんにちは、ラクプロデザインです。今回はパワーポイントで作るランキング動画の作り方ということで解説をしてみたいと思います。これはパワーポイントの表組で作っているんですが、このランキング動画を作らないという方でも表組を作る際に表にぴったりの画像を挿入したり、表の列を等間隔で増やしていくテクニックを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。また今回サンプルで作成した後ろに流れているパワーポイントのスライドについては概要欄の方からダウンロードできるようにしていますので、テンプレートとして使用したい方はダウンロードして使ってみてください。それでは実際に作り方を見ていきますが、まずはスライドがどのような構成になっているか見ていきます。ランキングの部分は最初にお伝えしたように表組で構成されています。そしてこの表組をアニメーションで動かしていくわけですが、アニメーションはスライドアウトのアニメーションを適用しています。そしてこのアニメーションの継続時間を59秒にしてゆっくりとアニメーションさせるという仕様になっています。それでは実際の画面を見ながら作っていきたいと思います。それではまず表組を作っていきます。挿入から表を選択して 4×4 の表を作っていきます。そしてスライドは16対9になっていますので、表をスライドいっぱいまで広げます。そしてコントロール A で表全体を選択します。そしてまずは罫線をつけていきます。太さを3ポイントにして罫線から格子を選びます。そして塗りつぶしは白にしておきます。では次に表の高さを変えていきます。まずは写真を入れる1行目の高さを変えていきます。ここには正方形の写真を挿入したいので、レイアウトタブに移動して、まずは幅の値 8.47cm をコピーして、そして高さの部分にこれを貼り付けます。そうすることで正方形の枠を作成することができます。次は2行目3行目の枠を調整していきます。罫線の部分にマウスポインターを持っていくと、マウスポインターが変化しますので、そのタイミングで上にドラッグすることで高さを縮めることができます。2行の高さを揃えたいときはレイアウトタブの高さを揃えるをクリックすると、2つの行の高さが揃います。ちなみに表全体の高さを調整したいときは表の外枠をドラッグすると調整できます。次は行に色をつけていきます。デザインタブの塗りつぶしから色を選択して色をつけていきます。次は表に文字を入力していきます。中央揃えと上下中央揃えを適用します。そしてフォントを変更して文字の大きさを変えます。フォントは明瞭を選択しましたが、明瞭は下の方に隙間が少し空きますので、この余白を調整していきます。右クリックから図形の書式設定を選択します。そして文字オプションに行きまして、テキストボックスを選びます。そして上余白のところの値を上げてやると、明瞭であってもちょうど真ん中に文字を配置することができます。あとはコピー&ペーストなどして下のセルにも文字を入力をしていきます。文字の入力ができたら下準備が完成しましたので、次はランキングの数だけ表を広げていきます。表を広げるにはまず1列の幅を確認しておきます。 8.47cm をコピーしておきます。そして1列選択してリボンの中から右2列を挿入、これをランキングの数だけクリックします。現状は表の中で列が増えていきますが、ここで幅のところに先ほどコピーしておいた 8.47cm をペーストします。次は表の中ぴったりに画像を挿入していきます。まずは下準備として1枚スライドを新規作成します。そして挿入の画像から挿入したい画像を取り込みます。ではこの横長の画像を一括して正方形にトリミングしていきます。すべての画像を選択して、書式から図のレイアウトを選択して正方形になっている形を選択します。こちらをクリックします。するとすべての画像が正方形にトリミングされます。これはグループ化されていますので、グループ化の解除を2回繰り返します。
この画像を一括してトリミングするやり方は別の動画でも解説していますので合わせてご覧ください。ではトリミングの位置が微妙な画像については少し調整を行います。調整したい画像を選択して初式からトリミングを行ってドラッグすることで位置を調整することができます。では一旦それぞれの画像をデスクトップなどに保存をしていきます。保存の方法は画像を右クリックして図として保存を選択します。こうすることで個別に画像を保存することができます。では個別に画像が保存できたらこのスライドは削除して大丈夫です。では画像を挿入していきます。表ツールのデザインから塗りつぶしを選択してこの中から図を選択します。ここでファイルカラーを選択して先ほど保存した画像を選択していきます。これを各セルに対して行っていきます。こうすることで表をぴったりに画像を配置することができます。では全て配置できたとして次に文字を各セルに展開をしていきます。1列目の文字をコピーしてコピーしたい先のセルを全て選択してコントロール V で貼り付けを行います。全て完了したらこの表をスライドの右端に持っていきます。ではこれにアニメーションをつけていきます。アニメーションはスライドアウトのアニメーションを適用します。そして効果のオプションから左から挿入されるように設定をします。そして継続時間を59秒にします。継続時間は59秒がマックスです。では一度プレビューを実行します。このように動きとしてはこれで完成になります。では空いているスライドにタイトルなどを挿入すれば完成となります。では早送りで一度流してみます。ちなみに最初に表示していたタイトルを最後には見せたくない場合はタイトルに対してアニメーションを設定します。同じようにスライドアウトのアニメーションを設定しますがここでは遅延に30秒と入力しています。このようにすることで最後のスライドにタイトルが表示されることはなくなります。反対に最後のスライドにタイトルを挿入したい場合はここでは直線のアニメーションを設定しています。そして遅延のところは55秒にして55秒になったタイミングでタイトルが挿入されるような形にしています。また BGM などを挿入したい場合は挿入タブからオーディオで挿入することができます。はい、ということで今回の動画はこれで以上にしたいと思います。この動画が良かったら高評価やチャンネル登録もお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。